ちょっと待って、アネサのことは許して、私は許さんっていうのはどういう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。おーい。そうであったか。城内にて裏切り者がリックであったとは。そうなんよ。あいつはずっと恐れていた死から逃れるために、教団の仲間になろうとしたのでしょう。うん。リック、お前は、本当にバカな奴だ。アネッサよ。ここに至っては、もう真実を話しても良い頃ではないか？お主が最初から教団を信じていなかったと。ぎょえなんだと？あゆな、君がここに来て、ドッケストで助けてくれたとき、私はついに教団に勝つ日が来たと思った。しかし、その時すでに城内には裏切り者の気配があったのだ。だから私は本心を隠すべきだと考えた。アネッサはお主が来る前から教団を倒す気じゃった。わしが教団に潜入しておったのがその証拠。ああ、そっかそっか。アイラにだけは本心を明かそうかと思ったのだが、王様の言葉に従って思いとどまった。王様の言葉？騙すならまず味方から。魔法の作業で手に入れたとき、王様がおっしゃった言葉です。ああ、なるほど。嫉妬って言ったわけじゃないよね。あのような月並みな言葉、言って恥ずかしかったくらいだが、わしもすっかり騙されたぞ。して王よ、リックのやつめがこの世界は偽りだと、意味のわからぬことを申しておりましたが。それであやつは魔物になってでも教団の仲間になれば、真実を知り、生き延びられると考えたのだな。その場で倒されるやろ。あゆなよ。ロンダルキアのこと聞かせてくれ。わしからも話がある。すまぬが、他の者は少し待っておるがよい。おお、何かしら真実が知らされる。でも王様もよくわからんって言ったよね。わしは改め書物を漁り、細切れになった記憶をかき集めてみた。どこに書物があるんだ？そなたが見てきたロンダルキアの話を聞けば、世界の謎について何かわかるかもしれん。とはいえ、こんなところで話すのもなんだ。わしについてくるがよい。ふんふん。そうか。ロンダルキアは地獄ではなく、天国のような場所だったか。この世界はどうやら、そなたが知り、わしの記憶の断片にある世界とは、どこか違っておるらしい。ああ、じゃあ何？王様の知っとるロンダルキアは、本当に地獄みたいなとこやったんかな。並行した世界なのか、はたまた別の次元の世界なのか、何者かの現実で幻を見ておるのか。とにかく、誰かが何かのために作り、今は消えかけておるということなのだろう。でも王様は記憶が断片的にあるんよね。だってゴールドの話とかも多分王様ちゃんと分かっとって言ったんじゃないかな。ね。ゴールドとは何ですって言われようと思うね。リックはこの世界が偽りだと信じた。そして救済を求め、教団の手先となった。わしはそんなあやつに正しき道を示してやれなかった。わしは王失格だな。まずこの王様は何者なんやろうね。この世界が偽りやとして、真実の世界の記憶の断片があるってことやもんね。あゆなよ、もし知っていたら聞かせてほしい。そなたの知っておる世界で、わしの娘はどうなっておる？つつかなく暮らしておろうか。そうか、それはよかった。王としては失格かもしれんが、知事としての役割を果たせたようだ。やっぱりあれよね、その、こっちが知っとる王様の娘っていうのは、この世界では多分、娘とかおらん設定ないよね。だって、ムーンブルグって、おるよね、お姫様。あいなよ。このわずかに異なる世界になぜビルドあたるそなたがおるのか、それはわしにもわからぬ。そなたがもし、何者かに呼び寄せられてきたのなら、何か意味があるのであろうな。わしはな、アイナ。もしや世界が滅びようとも、教団に勝つという目的は果たしたい。頼むぞ。どうかアネサと共に、ミラデイン法の完成を急いでくれ。あとは、あの、オーブを置けばいいんかな。なんか、ダメージ受けるんや、やっぱり。受けるんやね。あ、ちょっと待って。こっち、こっちだから。はい。どうやら皆で印法が完成したようだ。あとは魔力を打ち出す訪問を残すのみ。ところでアイナ、王様とは何を話していたのだ？随分長く話していたが。
まあいろいろとね。アユナ、私も話せばならないことが多くある。ずっと嘘をついていてすまなかった。いやいやいや、君も何かを言いたそうだな。だがすまない、積もる話は後にしよう。脅威は未だ目と鼻の先にあるんだから。でもリックが怪しいっていうのは前からずっと思っとったんやけど、でもアネスタがね、教団を信じてなかったっていうのは知らんかった。今は戦いの準備を優先しよう。まずは皆で陰謀の仕上げとして、訪問部分の設計図を書いてくれないか。訪問は完成した砲台のてっぺんに作るといいだろう。頼む。訪問の設計図を書いてくれ。了解です。アネスタの顔が埋もれてた。そこにね。これもみんなで作ってくれるんかな。みんなで陰謀の設計図を描いた。これが訪問どうやら。うんうん、むむ。おお、来た来た、早いね。あ、どうもどうもどうも。これはすごい。みんなで陰謀の訪問部分の設計図が描けたのだな。これがあれば勇気のオーブで魔力を打ち出せるだろう。アトラスにも対抗できるはずだ。アイラ様。ん？あ、来た来た来た。声をかける位置がちょっと遠くないかい？私たちも塔の完成に必要な建材をお作りしておきました。おー、ありがとう。おー、こんなとこまで持ってきてくれたんやね。城の壁、城の胴に、石の大円柱、他にも他にも、僕たちが作ってもらえる塔を完成させるんだ。おそらく、すぐにアトラスの軍勢が攻めてくる。急ぎこの設計図を完成させよう。実はな、アユナ。私は子供の頃からビルダーに憧れていた。私の信念を作ったのもビルダーなのだ。マジで？もうそこから？本当のことを言った今。これで私も大手を振って建築に参加できる。共にミナデイン法を完成させよう。じゃあ今まで結構うずうずしながら見よったんやないん？みんなが、組み立てていくのを。さあ、やるぞみんな。えい、えい、おー。じゃあみんな頑張って立ててね。うん、あ、こんなところまであるんや。よいしょー。とりあえず前回壊された部分はね、なんとなく修復はしておいた。なんとなく。てかどうなんよ。指導はどうなんよ。相変わらずなの。おっと、いくらアイナさんでも牢屋に近づけるわけにはいきません。なに、誰誰誰誰誰が話しかけてきてる。指導さんを心配する気持ちはわかりますが、どうかもう少しこらえてください。何、どこから現れたよ、お前。ここ守りやんかと思ったらそうでもないやん。超走っていったやん。いいやん、別に。ちょっとすごいびっくりしたんやけど、私。ということは、もうあ、すげえ、あんな、もう出来上がるよりやん。やば、早くない？ここの勇気のオーブはどこにはめたらいいんかな。どこから上がるの、そもそもこれ。あ、なるほど、ここなんや。その砲台とか砲門とかがある場所。この鐘の上なんやね。なるほど。みんなどこから上がってるの。ねえねえねえ、後ろに上がる場所が、あ、これが階段か。あ、なるほどね、そういう感じね。あ、で、ここにはしごが。なるほどなるほど、こういう感じだ。で、その勇気のなんちゃら、あれはどうやって作るんすかね。作るじゃないわ、どこに当てはめるんすかね。ないやん、当てはめるとこ。あ、ここかな、この紫の部分かな。なんかそんな気がする。とりあえず手元に用意しておこうかな。ないやん。ないやん。ないよないよ。ないけど。大丈夫な。それで大丈夫な。なんかここ穴開いとるけど、そういうものな。あ、何落ちた、私もしかして。気のせいか。ほらね、ここ穴開いとるよ。そこは穴開いとっていいところな。おー、もうあとちょっとや。頑張って。おー、みなでインフォの設計図完成した。イエーイ。
て。どこだ？いたいたいた。おお、ミナデイン砲の訪問部分が完成したな。これでアトラスに対抗できるだろう。ふんふん。アイナ、私は以前教団を信じることこそ私の信念だと言ったが、あれは本心を隠すための嘘だ。このムーン武力の城も最初の礎を築いたのはかつて島にいたリシエルビルダーだったという。私が幼い頃、教団の教えはすでに広まり、ビルダーが争いをもたらすと信じられていた。しかし私は壮大な城を見上げて思ってしまったのだ。私もこんなものを作るビルダーになりたいと。その時から教団は敵になった。教団を倒し、物を作ることが私の信念になった。ビルダーが私に信念をもたらしたのだ。リックは自分の信念となる絶対的なものを教団が与えてくれたと言っていたが、信念とは自分で見、感じたものから自然に溢れ出るものだと私は思う。誰かに与えられ、強要されるものではない。ふぅ、よく、ようやく言えたぞ、アイナ。本心を隠すのはこれほど大変だとは。いや、全然めっちゃ隠しとったよ。アイナ、いくら教団に勝つためとはいえ、嘘をついていたこと、改めて許してほしい。いや、全然大丈夫。もうアネッサ、急激に超親近感。私としたことが、つい話が長くなってしまった。すまなかったな、アイナ。皆は私のことを堅物だという。しかし私はずっと禁じられたものづくりに憧れ、教団の教えなど実は信じていなかった。その点リックは正しいとされてきた教団の教えを堅くなに信じ続けた。うん、あいつの方がよっぽど堅物だ。私なんかよりもずっと、ずっとな。まあね、軽そうに見えて。さあ、アユナ、いよいよ大詰めだ。では訪問の叱るべき場所に勇気のオーブを置いて、ミナデイン砲を完全なる形にしてくれ。いや、それがどこに、あ、こっちかもしや。あ、あったー。あったー、焦るー。で、あ、やっぱりここを叱るべき場所。はい。置いたよ。え、置いたよね。あー、びっくりしたー。ダメなんかと思、あ、そこの穴開いてるとか、はしごか。なるほど。もうちょっとで塞ぐところやった、私。おー、あいな。ミナデイン砲の訪問に勇気のオーブを置いてくれたんだな。このミナデイン砲がどのように魔力を放つのか見るのが楽しみだ。君のおかげでその瞬間をこの目で見ることができる。感謝するぞ、アイナ。ん？おー、来たかー。アトラス？ついにやってきた？おー、めっちゃ共鳴しよりやん。すげえ、力が集まっとる。で、そこから打ち出すと。おー、すげえ素晴らしいやん。どうやらこれでミナデイン砲が全て完成したようだ。わっはっはっは。ん？どこどこどこ？あ、来た来た。素晴らしい。これでミナデイン砲は完成だな。最初に作った2本の塔から私たちの力を砲台に集め、先端の砲門から打ち出す。これが命中すればきっとアトラスだってひとたまりもないはずです。あとはアトラスが攻めてくるのを待つばかりじゃの。もう攻めてくるんじゃないかと思うよ。どうしたいな。浮かぬ顔ではないか。何か言いたげだが。指導は。何？アトラスなんかどうでもいいから早く指導を牢屋から出してくれだと。おお、そうであったな。忘れてたんかーい。あいな、行き違いがあったようだが、王様も私も指導を牢に入れるなるとは言っていない。あ、あれ？言ってないんや。ラーの鏡のことといい、リックが我らを分断しようと企てたことだったようだ。アイナ、意図したことではなかったとはいえ、責任はある。どうか許してくれ。いやいや、全然。ん？謝るなら指導に謝れか。すまない、君の言う通りだな。アイナ、これを。おお、ありがとう。王様から預かったローの鍵だ。まずは一刻も早く指導をローから出してやってくれ。あ、これでもう、大丈夫なわけですね。さーて、指導を解放しましょうか。結局ダメージを受けてしまった。指導へい。あゆな、ふん、ようやく出してくれるってわけか。何かあったのかよ。ほう、ミナデイン砲が完成してもうすぐアトラスとやらが攻めてくるか。面白い。強い敵が来たから俺を外に出すわけだな。そういうわけじゃないけど、散々閉じ込めておいて困った時だけ頼るなんて虫のいい話だ。
くそ、いけすかないぜ。そういう捉え方をしないでよ。まあ、しょうがないけどね。なんだよ、まだ何かあるのか？リッコのこととか。うるさい、黙れ。言い訳は聞きたくない。ちっ、なんだそのしけた顔は。ふざけやがって。シド、お、来た。リックの企てだったとはいえ、君にはひどいことをした。許してほしい。俺もムーンペタでは兵士を犠牲にした。すまなかった。それはもういい。あの時は私もカッとなったが、あれは君が悪かったわけではない。すまん。お、和解？はいな。アトラスとやるの相手はしてやる。だがそこまでだ。え？どういうこと？牢屋を作ったことも、都合のいい時だけ俺を呼んだのも、もう何もかもいけすかない。やっぱり物を壊す先が取り柄の俺と、ビルダーのお前が会うわけがなかったんだ。ちょっと待って、アネサのことは許して私は許さんっていうのはどういう。アユナ、お前とはこれで終わりだ。アユナ、シドを牢屋から出したが、あんなことになってしまうなんて。君とシドは私から見ても素晴らしいコンビだ。このままでいいはずがない。私もできるだけのことはする。どうかいくら時間がかかっても、シドと仲直りしてくれ。いや、私もそうしたいよ。おお、来た？うわ、この揺れは。アトラス来たわー。どこやどこや、ちょっと待って。外はどこかしら、こっちか。もうめっちゃ気に入らなさそうやわ。ね。あいな。どうやらいよいよこの島の大総督、アトラスが攻めてくるようだ。圧倒的な力を感じるが、君が作ってくれた皆伝法があれば、必ず太刀打ちできるだろう。さあ、いいな。アトラス戦う準備はいいか。オッケー。よし。シド、君も大切な戦力だ。どうかよろしく頼むぞ。では、いいな。王様から聞いて皆伝法の使い方を教えておこう。まずは真ん中の塔のてっぺんにある勇気のオーブに触れるんだ。そうすれば、超純的に狙いをつけられる。ただ、砲撃は一度に一発しかできない。一度撃つと、次に撃つ魔法力が溜まるまで時間がかかる。その間、砲撃はできないから注意してくれ。どうだ？皆伝法の使い方は分かったか？必要ならもう一度説明するぞ。いや、大丈夫です。そうか、分かった。では、いよいよアトラスとの戦いだ。この戦いに勝てば、ムーンブルクに平和が戻る。終わらない戦いに宿命が断ち切れるんだ。アイナ、お願いだ。最後まで共に戦い、必ず勝とう。どこ、うわっ、なんかもうすでに城が吹き飛びそうな気がする。大丈夫なのか。最初からアトラスが来るわけじゃないんや。グワッハッハッハッ、貴様らなどアトラス様の手を煩わせるまでもない。アトラス様、我々があの粗末な塔もろともムーンブルクを破壊してご覧に入れます。それは困ります。潰したよ、自分の仲間。歴戦を生き抜いた大巨人アトラス。人間どもよ、お前たちは負け続ける宿命。どうあがこうが死から逃れられるのだ。さあ、滅ぶがいい。待って、なんかね、威勢よくなんか言ってたのに、潰されて即死した仲間たちがかわいそうなんやけど。あれな、アトラスが油断しているうちに、早く皆伝法のところへ。ミナデイン砲の操作、照準の移動、エイム、ミナデイン砲を発射、やめる、オッケー。目玉、これって油断しとん。これって油断しとん、全くわからない。チャージ率、拠点体、目玉かな、やっぱり。あね、防がれたんやけど。そんな、皆で違法が効かないとは。うわぁ、人間がこれほどの力を出せるとは、少しばかり驚かされたと。しかし、我が鋼鉄の肉体にはそのような魔法とて効きはせん。さあ、我がしもべたちよ、城を壊せ、塔を壊せ、人間を壊せ、目の前に全てを破壊し尽くせ。結局しもべ出すんや。くっ、鋼鉄の肉体には効果がないのか。ならば他にどこか。いずれにしても、皆で陰法が次に撃てるまで時間がかかる。今は城に迫る敵を迎え撃つぞ。
了解です。行きまーす。これでおしまいだ。あこんなところで落ちてしまった。くっそー、頑張るぜ。でももうすでに罠でほとんどやられとるやん。たらいえーててやめてくれるやめてくれます。はい、オッケー。次行こう。バカな俺様はなんだ。もう手下何匹呼ぶのはちょっとやめてよ。ほら、罠だけでめっちゃやん。やばくない？オッケー。あいつももう終わり。さあどうよ。あ、まだいるの。なんか全然大丈夫やん。後ろの方に敵おったりする。おらんよね。空がガラ空きですよ。いや、しかしここまで来たら落とされるから。はい、落ちたー。自慢の翼が凍ってしまってはどうにもならんだろうさ。もう何が何だかわけがわからない状態だけれども、とりあえずせっせせっせと切っている。落ちている間に切っている。いいね、いいね。オッケー。はい、オッケー。次こっち。もうダメだ。君らもだよ、君らも。ほら、こっちにおいで。さあ、こっちに来るんだ。あ、怖い。めっちゃ怖い。早く来いよ、自慢の翼。けけけけい。弱っ。弱っ。ああ、また手下。蹂躙してやる。やめてください。おっと、なんか横から鎧が出てきた。行くぜ行くぜ行くぜ。よいしょ、OK。 こっちも固まっている間に、あ、すぐに溶けたけど。あー痛い。しかし全然だよ、全然効かないから。ちょ待って、行かないでそっちに。はい、オッケー。暴れ足りないぜ。うえー、怒り出したよ、怒り出したよ。どうすんのこれ、どうすんのこれ。もしかして狙われる。あー怖い。ええ、めっちゃ怖いんだけど。お、足跡、これもしかして違う、違うかもしれん。怖っ。あ、なんかちょっとずつ速くなるよ。え、なに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 。お、アトラスの動きが止まったぞ。今だ、全員でアトラスを攻撃するんだ。攻撃、これで攻撃すればいいってこと。みんな来てる、こっち。全然来てなくね。私しか攻撃してないんやけど大丈夫。もしかしてこれ、ミナデイン砲の方に行った方がいいんかな。あいな、アトラスがひるんでいるようだ。今ならどこにでもミナデイン砲を当てられる。急いで訪問に行け。そして攻撃が来そうなところにミナデイン砲を当てるんだ。あ、あー、びっくりした。目やろ、やっぱり。ほらほらほら、目、絶対痛い。はぁ、あ。イェーイ。うわぁ、痛ーい。おお、アトラスの目に攻撃したんだな。さすがだよな。ありがとう。まあ目かなと思いましてね。やつの攻撃をやり過ごして、もう一度アトラスの目にミナデイン砲を食らわせるんだ。頑張る。焼き払ってしまえ。にしてもやっぱりあれなんよね、手下が多いんよね、君。いけ。キャー。
音をするのはやめてください。ちょ待って、怖い。ちょっと待って。薬草。キャーキャー。で、別にあれですよね、弓矢にやられてるわけじゃないよね。味方の攻撃にやられてるわけじゃないよね。私大丈夫その辺。いやー痛い。くっ、薬草を食わなければやってられねえ。人間がこれほどとは。油断してたらダメよ。痛い。踏みつぶす。やめてください。ほら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 、行くぜ行くぜ。痛い。そんな野球のボールみたいにさ、やめてくれます。いい、めっちゃ吹っ飛ばされるんですけど。そう、けい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 
めっちゃ攻撃される怖い。よし、とりあえずちょっと回復しておいた。なんか地面めっちゃ削られていきおらん。やば、やばー。そしてすごい勢いで吹っ飛ばされるっていうね、つらい。ぜいくぜいくぜいくぜい。どう？お、でも体力いい感じに減っていきよんじゃないこれ。どやどやどや。しかし上がれない。あーくアトラスは力を貯めて。なんかここ道がなくなったんやけど。いいっ、こ、こわ、怖いよ。やめてやめてやめて。いてててててて。あ、ここの、ここの武器が全部、ね、武器が全部なくなったよ。しかも痛いって。やめてやめてやめて。アトラスが疲れている。いっけーい。みんなみんな攻撃しに来て。早く早く。ちょ、ここで攻撃してまたね、みんなでインフォのところに。自分で走らんでいいっていうのが楽よね。あんなところまで行けるかなって思ったけど。お、攻撃するチャンス。今度こそ、これでとどめ、これでいけるんじゃない。さあ来い、行くぜ、行けー。どやー、もうこれで仕留めれたやろ。オッケー、やったねー。ダイソー王徳ともあろうものが。何あれ、あ、ロトの紋章のやつか。アトラスが何か落としたようだ。よし、行きます。ふー、あ、みんな集まりよる、あの紋章のところに。それ私のだからね。めっちゃ輝きよりやん。信じておったぞ。始まりの紋章を手に入れた。バトルコンプリート。もうあれですか。あー、ハイタッチに来ない指導。おお、やったのか。ついに我々があのアトラスを。ところでアトラスが何か落としたようだが、それはひょっとして。アイナ、アイナ、よくぞアトラスを倒してくれた。素晴らしい戦い、戦い、働きであったぞ。わしはお主のやると思っておった。今日からお主はわしの一番弟子じゃ。悪霊の神、アトラスを倒すなんて、本当にすごいことです。これ、戦いの宿命からも解放されるでしょう。ふふふ。あはは。そうか。ようやく実感が湧いてきたぞ。やったやった。ついにやったぞ。我らは教団に勝利したんだ。お話しさがめちゃくちゃ喜びよる。意外。は、うん。5本。つい巣が出てしまったようだ。今のは見なかったことにしてくれ。いつもクールなフリストンかな。かわいい。さあ、お祝いを後にして、まずは壊れた城を修復しよう。いつものようにわしらに任せるがよい。めっちゃテレトリーやん。治った？拠点がほぼ元通りになった。よし、オッケー。
ほいということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、アトラスはなんとか倒せたけど、なんか指導とめっちゃ仲違いしてんだけど、つら。もう戻れんのかな。